こんにちは、平山茂です、今日はですね、5月の20日木曜日でございます。現在時刻は5時15分でございます。皆様、今日もお仕事だった方、本当にお疲れ様でございます。お疲れ様です。本当にお疲れ様です。大丈夫ですからね、大丈夫。雨が降りました。晴れませんでした。すいませんでした。大丈夫。今日はですね、私は今豊田市におります。愛知県の豊田市ですね。駅の近くのちょっと今立体駐車場にいます。何をするかと言いますと、ちょっとですね、昔10年ぐらい前に食べたですね、チーズナンが食べたくてやってまいりました。ナンです。ナンにチーズが入ってるっていうだけなんですけど、ちょっと衝撃の美味しさだったんですよね。なのでちょっとたまたま豊田市にいたので来ました。なのでちょっと今から買ってきます。そしてここで食べます。では行ってまいります。さあ、チーズナン買ってきました。お店の名前がですね、スバカマナというお店でございますね。調べたら結構家の近所にもありました。まあまあいいんですけどね、大丈夫ということで。一応ね、こういう形で、まあ、袋入れていただいて、こんな感じで熱っ、チーズナン、こんな感じでございます。間違えました。僕普通のただのチーズナン頼んじゃったんですけど、僕が多分10年前ぐらいに食べて感動したやつは蜂蜜チーズナンなんですよね。ダジャレじゃないですよ。注文した後に気づいて、もう遅いなと思って言うのやめたんですけど、まあ、とりあえず普通のチーズナンいきます。僕食べきりサイズってやつを注文しました。あっつ、これ食べきり、これで495円ぐらいです。食べきりでこんな感じ、こんなでかかったっけ。晩ご飯あるんだけど、はい、こういう感じですね。はい、じゃあちょっといただきますよ。チーズナン、あ、すごい、うわー、いただいちゃいます。あれ、蜂蜜入ってる。あった、蜂蜜入ってるかも。これです、これです。めっちゃうまい。20センチぐらいです。ボリュームがすごいです。どうしよう、晩ご飯、まあ大丈夫か。6等分に切ってあるんでシェアしてもいいかなと思います。うわ、すいません、僕だけ。これで500円はやばい。湯気は出ない？出てないですね。生地よりチーズのが多いんじゃないかっていうぐらい、本当に。すいません、食べてばかりで。今日はもうほんとたまたまなんです。たまたま豊田市にいて10年前のこれを思い出しちゃったんです。いや、でも本当に美味しい。これは本当にぜひこれは食べてください。これは本当に本当に美味しいです。別にこの
お店に限らずどこでも売ってるのか分かりませんけど、僕はあんまり詳しくないんで。ということで今日は10年前の思い出のチーズナンをいただきました。もうそれだけです。まあ明日あと1日ね、頑張って、週末は天気ね、ちょっと晴れるところもありそうなので、充実した休日を送るためにも明日1日頑張りましょう。頑張りましょうね。ということで今日はこの辺で失礼いたします。ではまた明日お会いしましょう。平山茂でした。おやすみなさい。うまい。